こんばんは。そう、パーカー来ました。じゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チームエイト、チーム A 兼任の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。イエーイ。ネイルってやる、可愛くない？しかも指輪をつけると可愛さ倍増です。イエーイ。今日はちょい小声。そうです、ご近所さんのご迷惑にならないように小声で喋っているので、ボリューム最大にしてください。はい、すいません。今日のメイク気合を感じる？聞いてくれる？今日さ、メイクっていうか目腫れてたんで、朝起きたらどうしようと思ってアイラインを太めに引いたんですよ。そしたらもう夜にはもう二重に戻ってたから、なんかめっちゃアイライン濃い、ただアイライン濃い人みたいになっちゃったよね。いつも細いんですけどアイラインは。でね、今日はミキマンに行ってきたんですけど、ちょっとステッカーじゃーん。T シャツ、こっちに種類、なんか2種類あったんですけど、 T シャツ買いました。こっちにした、なんかこれ可愛くて買いました。イエイ。ハッピーハンバーグっていうとこの洋服屋さんとコラボしてるのかな。レッスン着にします。はい、さゆなとお揃い。ミキさんに会うのいつぶり？ミキさんはなんか亜生さんとは新宿でばったり会って会ってたんですけど、会ってたっていうかばったりね会って、うわーみたいな感じになったんですけど、昴生さんはもうめっちゃ久しぶり。いつぶりだろう、めちゃくちゃ久しぶり。ご飯行った以来かな、わかんない。もうミキマンも最高に面白かった。もうもう全てが面白い。もう発言するだけで面白くて、もう一生笑ってました。もうこんな笑うことあるってぐらい笑ってました。ミキさんのいいところは本当に兄弟仲良しなところだし、ちょっと昴生さんが必死に突っ込んでるところも可愛くて好き。もうずっと笑ってたんで、もう顔と腹筋がもう今日は疲れました。もう昨日はずっと喋ってたんですけど、昨日は喋り疲れた日でしょ、で今日はもう笑い疲れた日です。なんかさよなと言ったんですけど、さよなと一緒にいるだけでもずっと笑ってるのに、あの2時間弱のミキマンを見てもうずっと一生笑ってました。
声出ないぐらい笑った。もうめっちゃ面白かったから皆さんも行った方がいい。東京は今日が最後だけど、なんか千葉県とか群馬県とかわかんないけど、そういうとこでもやるらしい。チケットあるって。皆さんも行った方がいい、面白いので。漫才は生であまり見たことないかも。え、そうそう、私も初めてです。なんかミキマンっていうものはもうめっちゃ前からずっとツアー毎年やってるっぽくて、なんかその度に行きたいなと思ってたけど、スケジュールがもう全く合わなくて一切行けてなくて、で、あの新宿の吉本のライブ、漫才のライブも行ってみたいけど行けてなくて一回も。だから初めて、そう、漫才は初めて生で見た。なんかね、すっごい広めのホールで漫才してて、めっちゃもう会場中全部笑い声に包まれて、すっごいね幸せな空間でしたよ。はい。私なんばグランド花月にも多分行ったことないですよ。大阪人なのにって言われそうなんですけど、本当に新喜劇も見に行ったことないし、そうです、初めて。そう、会場めっちゃ綺麗だった。撮影タイム、私たちの気持ち分かりましたか？そう、撮影タイムめっちゃ遠くて、1階席の一番後ろらへんの席だったんですけど、めっちゃ遠くて、なんかピント合わせるの大変だった。みんなこうやって構えるからさ、うん、気持ちちょっと分かったかも。あれで、ね、すごいね、あれで綺麗に撮ったりする方々、すごい尊敬します。あの距離はバズーカいる。バズーカ、確かにバズーカで撮れるんですか。めちゃくちゃ面白かった、本当に。こんな笑うってぐらい、なんかテレビで見ててもそんなに爆笑するほど笑ったことないんで、漫才を見てて。だからなんか生で見て、生の方がなんか面白いなと思った。実際見る方が面白い。モニターとかもあるの。モニターあった。でもミキさんがアップで映ってるんじゃなくて、そういうモニターの使い方じゃなかった。そう、もうね、とにかくめっちゃ面白かった。もう最高、もう一回見たいぐらい。しかも今日楽屋にね挨拶行かせてもらったんですよ。そしたらね、昴生さんの奥さんまみちゃんと赤ちゃん息子さんがいたんですよ。もうめっちゃ昴生さんにめっちゃ可愛かった。初めて会えた。なんか一回昴生さんとまみちゃんと関西メンバーの数人でご飯連れて行ってもらった時に、そう、その時はまだ生まれてなくて、で年月が経ちまして、で今日赤ちゃん、めっちゃ可愛かった。
そっくり、昴生さんに言っちゃった、めっちゃそっくりですねって。本当に可愛かったです。すごい、ミキさんにはなんか私たちを妹のように思ってくださって、よくしていただいてるので感謝です。ずっと関係変わらないのが素敵。確かに、ずっともう昔のように接してくれる。なんか本当に久しぶりに会ったらなんか大きなったなみたいな、大人になったなみたいな感じ。親戚のあのお兄さん方ですかみたいなノリ。関西のお兄ちゃん。疲れた。なんか漫才4、5本、4本ぐらいかな、とコーナー1つで、多分1時間半ぐらいだけど、2時間弱楽しかったです。今日は起きるの遅くできた。今日は13時にアラームかけたんですけど、アラームかける必要のない時間に、13時にそうアラームかけたんですけど、あの12時に起きました。もう12時に目覚めて寝ようと思ったんですけど寝れなくて、もう12時に起きました。アラームいらないですけど。はい、明日もそのぐらいにかけようかな、アラーム。かけなくても起きれる時間ですけど、まあ、一応ね。そう、何時に寝たの？でも2時半とかかな。起きてから掃除頑張って、なんかワンピースネットフリックスに出てる分全部見終わったんですよ私で、スパイファミリーもなんと全部見終わりまして、なのでなんかさよながおすすめしてくれた無職転生っていうアニメを1話 見始めてます。無職転生、そうおすすめしてくれて、結構そう面白いって言ってたんで見始めたんですけど、なんか面白そうでした。
すすめされたやつちゃんと見る派なんや。なんか私が見たいと思ったら見ます。あのあらすじとか読んで面白そうと思ったら一旦お気に入りみたいな感じにして、で見たいと思った時に見る。スパイファミリーはやっぱり面白かったの。うん、面白い。早く続き見たいって感じ。マネージャーさんのおすすめの映画見てなさそう。え、そう、え、見たやつもあるんですけど、なんかちょっと古いんですよ。あの古くて、しかもタイトル忘れちゃういつも何回もおすすめしてくれるから同じやつを、あ、見てみますみたいな言うんですけど、古くて2001年とか2002年とか公開みたいな、え、みたいなでも全然見ますよ。はい、見てます。年齢はまあ分かんない、何歳かな、分かんないけどそう、なんかこの映画は絶対2回見た方がいいよみたいな1回も見てないのに2回見ることをおすすめされると。でもおすすめしてくれた映画2本は見たんですよ。2本見たんですけど、で私が見たやつもあるんですよ、おすすめされるやつで、あ、それ知ってますみたいな。でも何個も一気におすすめしてくれるから、そう、それで忘れますしかも多分おすすめ、最近そのマネージャーさんに会ってないけど、なんかおすすめされた時にネットフリックス入ってなかったんですよ。だからアマゾンプライムで見れるやつって言ってるのに、これネットフリックスで見れるみたいな、もうずっとも、ネットフリックスで見れるからみたいな、いや入ってないんですよみたいな、そういう会話してたね。っていうのもあって、まあ、最近はもう無敵なんでいっぱい入ってるんで、ちょっとまあ TVer じゃない、なんだ、Hulu は入ってないんですけどあのいろいろ見れるようになったので、はい見ます、時間があれば。はいになったらランキングを読みます。明日は起きたら配信しよう。起きてメイク終わったら配信します。ワンピースフィルムレッドの最新情報見た？見てない、見ます14時ぐらい、もうちょい前にしようかな、13時とか分からんけど、お昼にします。早起き、そうだから12時に起きて13時にやるかなだって今日いっぱい掃除したんで、軽めに掃除してメイクしてね、いいじゃないですか。ワンピースも最終章に入るんやね。そうね、ね、え、でも最終章めっちゃ長そうでも寂しい
めっちゃ楽しみ。海賊王なるんですかね。楽しみ。爪可愛いからもいくらでも見せます。つやつや。1ヶ月お休みするみたいだね。ね、休んでくださいって感じ。映画もあるし。シャンクスとかゴールドロジャーとかヤソップとかタシギとか出てほしいわ。ヤソップとタシギってちょい渋。セリカちゃんならワンピースの世界で何になる？航海士。私方向音痴なんで、なんだろう、ワンピースの世界でウキウキするな。シャンクスの船乗りたい。シャンクスの船に乗って宴の時にダンス踊る人になる。宴専用のセリカ。宴だーってやったら私出て行って踊る。楽しそう。あ、そうそう、パフォーマー。そのシーンカットされそう。それな、絶対映らない。そうそう、カットされるとこね。あの番外編みたいなやつで出てきそう。モブキャラ、そう、ワンピースの世界モブキャラでいいです。なんかでも自分が出るならそういうモブキャラで、ちょっと自分がワンピースっていうその物語を楽しみたいからあれですけど、もしワンピースのキャラクターの人物になるってなったら、なんか入れ替わるみたいな、どのキャラになりたいかって言われると、そうですね、なんやろ、でもハンコックとか、なんか悪魔の実が使えるキャラになりたい。あの悪魔の実使える人誰だろうと、ハンコック以外にロビンとか、あとはしたくないの、なるべくね。あ、ペローナ、そうそうそう、ペローナとか、そうそう、あれです、そうです。一応そう、ルフィとも関わりあるし、自分もまあまあ強いしみたいな、みたいな、そうで、衣装が可愛いみたいなね、衣装っていうかっていうので、そう思います。みんな露出多め、ワンピースみんな露出多いよね。
男キャラだったら何になりたい？サボ。でも麦わらの一味も楽しそう。でもサボは結構子供の頃大変そうだったんで、むず。でもなんかレイリーとか強い人好きなんで、男のキャラになれるのであればめっちゃ強い人になりたい。レイリーは海賊王の船に乗ってるし、もうなんかもう世界は知り尽くしたじゃないですか。そういう人になりたいで、ルフィとも関わりがあってみたいな。そうですね。覇気使いこなすみたいな。いいね。そろそろランキング読もうかな。13位、ぶっちゃんアット夜遅くに配信あんやとうさん、ありがとうございます。見てくれてありがとう。12位、ぷわアット、せりちゃんの爪かわいすぎさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、幻アット、せりちゃんのポニーテールかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、 AK アット、ミキさんの漫才面白かった、面白かったよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、おいおいアット、せりちゃん深夜の配信面白かったよーさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、マカロニ48アット、せりちゃんは今日は何食べましたか、カレー食べました、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、マサノブアット、せりちゃんは最近楽しみなこと多くて素敵ですねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、変わったので7位、幻アット、せりちゃんの、あ、せりちゃん今日は久しぶりにパーカー着てますねさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、タクアット、せりちゃんの書いてないけど面白いですさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、ひのちゃんの中心アット、せりちゃんは今日は何の香水つけてますか、ジルスチュアートの香水つけました、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、中心アット、せりちゃん今日つけてる指輪3つとも可愛いですねさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、ヨッシーアット、深夜のせりちゃんも好きさん、ありがとうございます。嬉しい。そして2位は赤いゾウさんアット、ヘナチョコでごめんねさん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位は淡路の黒ひょうアット、こんな時間にびっくりしたさん、ありがとうございます。はーい、今日はやるって言ってたのでね、できてよかったです。今日は本当見てくださってありがとうございます。はーい、
もうお風呂に入ってストレッチして寝たいと思います。明日はメイク終わり次第配信します。13時にできるように起きて準備するけど、一応なので13時、見れたら見てください。平日やけどね。6月はまだまだ楽しみなこといっぱいあるの。まあ普通にお話し会2回あるから楽しみだし、公演もなんかいっぱいありそうだから楽しみだし、あとなんだろう、普通にプライベートも毎日楽しいです。普通に何も予定なくても楽しんでるんで、あの一人でね、あのアニメ見たりなんで、私は毎日楽しんでます。皆さんも楽しみましょう。人生一度きりということで頑張りましょうね。お仕事お休みしたいな、休みたい時は休みましょう。無理しないで、モチベーションがあればもう何でも楽しみになる。私はでも、あ、もうすぐ公演だからもう楽しみとか、もうすぐお話し会だからお話できる楽しみみたいな、そういうモチベーション。はい、眠いです。眠い。そうです、眠い。今週のモチベはお話し会です。私も皆さんもゆっくり寝てください。めっちゃ時計見ちゃう。そう、なんか24時になったら自動的に切れちゃうんで、ブツッと切れる前にもうバイバイって言って切りよく切りたいんですよ。眠いな。なんか眠いって思ってるんですけど、配信切ったらなんか目が冴えてきそう。もうあと10分ぐらいしたら私目冴えてくると思う。お風呂上がったらもっと目冴えそう。歯磨きしたらもっと目覚めるし。もう歯磨きしたら目覚めるって言いません？結構。でもストレッチしてたら眠くなってくる。だから結構ストレッチしながら寝ちゃう。お疲れ様でした。皆さんもおつです。今日一日もう私も眠い。明日も楽しみましょう。こんな時間にセリちゃんが見れるなんて幸せにか。
私も見てくれて幸せリカです。おやすみ、おやすみ。明日お昼見れたら見てね。セリカが夢に出てきますようにって。ぜひ出ますので、セリカのことを考えながら寝てください。配信ありがとう、ありがとう。じゃあもうそろ切りますわ。今日もありがとうございました。また明日。ありがとうございました。おやすみなさいバイバイ。切りますよ。バイバイ。